ウクライナ東部でウクライナ軍とロシア軍との一進一退の攻防が続いていますが、その,ローブその東部ルハンシク州の最後の抵抗拠点について、ウクライナ軍の劣勢が伝えられています。ルハンシク州のガイダイ知事は8日、通信アプリへの投稿で、セベロドネツクでウクライナの支配地域が市の郊外だけになったとし、街の中心部からウクライナ軍が撤退したと明らかにしました。 またロシア側は10日までの制圧を目指しているとの見方を示しました。これに先立ちロシアのショイグ国防相は7日、ルハンシク州の97%を制圧したと表明していました。こうした中、UNHCR ・国連難民高等弁務官事務所は8日、ロシア軍の侵攻でウクライナ国外へ逃れた難民が700万人を超えたと明らかにしました。